防具じゃないですかね今日。あ、そうですね、はい、凱旋してからは。石森は今年の5月から11月まで欠場していました。その間10月に戻ってきたこのリング上の上村です。上村がちょっと捕まっている。やはり先ほどのアームホイップの失敗からちょっと攻められています。一番最初に出てきてからね、タッチすることができずにずっと捕まっているというこの状態は良くないですね。全てはあのファレーの投げから始まったんですよね。そうですね、体重でした。そしてここも体重が乗りますか。あ、そしてねファレー選手が乗ると漏れなく石森選手がねついてくるんですよ。いや、まさに天守閣のようです。いや、綺麗な三角形を描きます。もう後ろだとしたらもう増築されて上に石森城ができるということですね。はい。